松村定造は日本の作曲家、俳人、東京芸術大学名誉教授、京都市で生まれる。両親は京都の町人の出身であり、父は代々呉服屋の家系であった。父は尺八を、母はことをたしなんでいた。定造は幼い頃から音楽に興味を示し、小学生で簡単な作曲は始めていた。京都時代は火星を、長広年を、 高橋常時にピアノを指示。10歳の頃には父をガンで失い、1949年には母を結核で失う。1945年に旧世代三高等学校理科に入学。両生活を通じて音楽だけでなく様々な出会いと経験を積む。1949年旧世代三高等学校理科を卒業。母を失ったことをきっかけとして、 作曲家への道を目指して、清瀬康二を頼って上京をする。清瀬の紹介で、東京芸術大学教授の池内智次郎に指示。また、清瀬の家に出入りしていた竹光徹とも、親交を結ぶ。1950年、芸大受験をするが、結核のため受験を、失敗、5年間の闘病生活に入る。 療養中の1950年代初頭より、俳句も創作するようになる。退院した1955年に、女装と、競争的アレグロが、第24回 NHK 毎日音楽コンクール、還元楽部門で1位に入賞、デビュー作となった。そのコンクールの審査員であった、伊福部明に作品を評価された子をときっかけに、伊福部門家となる。その後、アチメ、 クリプトガム、ピアノと弦楽四重奏のための音楽、公共曲第一番などを続けて発表。教育者としても、1970年により、東京芸術大学音楽学部作曲家にて、教鞭を取る。現代を音楽のみならず、映画、舞台の分野でも活躍し、毎日映画コンクール音楽賞、イタリア放送協会賞。 1989年から1992年にかけて連続で日本アカデミー賞優秀音楽賞を受賞。サントリー音楽財団移植による遠藤修作の小説に基づくオペラ沈黙の作者としても知られ、その成果により京都音楽賞大賞、毎日芸術賞、モービル音楽賞、都民文化栄養賞など数々の賞を受賞している。 2007年8月6日午後2時50分、肺炎のため東京都港区の病院で死去した。78歳。墓所は東京都稲城市、坂浜の新しいユリ展望の岡保園にある。ラベルとストラビンスキー、それからアジアの伝統音楽の影響を受けた力強い作風が彼の作品の特徴である。熊井系監督作品。 黒木和夫監督作品その手ほかに1990年代前半まで教育出版の音楽教科書の著作にも携わっていた。ありがとうございます。